立山線は、富山県中新川郡立山町の寺田駅と、立山駅とを結ぶ富山地方鉄道の鉄道路線である。後に、立山線となる路線で、最初に開業したのは、滑川駅500国駅間の路線を持っていた、立山鉄道が、富山県営鉄道の建設に合わせて1921年に開業させた、500国駅立山駅間である。 立山鉄道の路線は、基間762ミ、mm、リメートルの軽便鉄道であった。寺田駅500国駅間は、本線の富山電地方駅上市口駅間とともに、富山電気鉄道の第一期事業として工事が始められた。その間の1931年に、富山電気鉄道は立山鉄道を合併した。現在の立山線の区間にあたる五百国駅、 立山駅は 1067mm に改めき、電化された。1936年には、立山駅を廃止して、富山県営鉄道岩倉寺駅に乗り入れした。岩倉寺駅、横江駅間の踏切より、岩倉寺駅方向を撮影岩倉寺駅、阿波須の駅間は、富山県営鉄道が、上岸寺川の治水と電源開発のために付設したものである。 1921年に南戸山駅帯上滝駅間が開業したのに始まり、1923年には千垣駅まで延長され、1927年には電化された。千垣駅から先は当初は上岸寺川右岸を通り、藤橋に至るルートで計画されていたが、アルミネダムの建設が決まったことから、現在の上岸寺川左岸を通るルートに変更された。 1937年に、あわすの駅まで延長された。1942年に、線各駅やわすの駅間は、県営電力事業とともに、日本初送電に譲渡されたが、運営は引き続き県が行った。1943年の交通大統合により、県営鉄道、日本初送電の鉄道ともに、富山地方鉄道に譲渡された。戦後の1954年4月から、 証券駅合わすの駅間を、立山開発鉄道に、立山黒部観光に、合併に一旦譲渡する。合わすの駅線時が現役間は、立山開発鉄道によって1955年に開業し、1962年に、証券駅合わすの駅間と合わせて、富山地方鉄道に譲渡された。普通列車と急行、快速急行、特急、立山のほか。 うなずき温泉駅立山駅間のアルペン特急が運行される。アルペン特急を除き電鉄と山駅発着で、電鉄と山駅寺田駅間は本線に乗り入れる。アルペン特急は平日1往復と休日1.5往復が設定されているが、本線の特急うなずきとは違い、ゴールデンウィークや夏休みなどの行楽シーズンに合わせた不定期運転列車になっている。 立山線内の途中停車駅はない。特急、立山は、立山黒部アルペンルートの開設期間のみ、運行される特急列車であり、朝により1本、夕方に上り2本が設定されている。2013年12月26日のダイヤ改正で、新設された。かつても、同じ停車駅で特急が運行されており、電鉄富山駅の停車駅案内では廃止後も、 特急の案内が残されていた。快速急行は早朝に折り一本のみ設定されている。この列車は2013年12月26日のダイヤ改正で急行から快速急行に格上げされた。急行時代と停車駅は同じである。急行は平日の日中に折り一本のみ、夏季限定で運転されている。運転パターンは 電鉄富山駅立山駅間の全線を走る列車が約60分おきに設定されているほか、電鉄富山駅岩倉寺駅間の区間列車が多数設定されている。電鉄富山駅からは、富士越上滝線経由の岩倉寺駅も発着しているため、列車の方向幕や、電鉄富山駅の行き先案内板の尾行欄には、立山線系統の岩倉寺駅は、寺田経由、富士越 上滝線系統の岩倉寺駅には南富山経由と付加されている。以前は国鉄、JR 西日本や名鉄から特急、急行列車が乗り入れていたが、名鉄は1983年、JR 西日本は1999年頃を最後に乗り入れがなくなっている。寺田駅から岩倉寺駅にかけては郊外及び、田園風景が広がる中を走る。 岩倉寺駅から先は山岳鉄道の様相を呈し、森に囲まれた急坂を立山駅に向けて登っていく。立山駅に近づくと上岩寺側の渓流が望め、仙下木駅有リ根口駅間と立山駅西側の2つの橋では観光のために助行運転が行われることがあり、橋上からの景色を眺めることができる。ありがとうございます。